はいどうも、カパンチョウでーす。じゃあ、早速ね、今日もね、えー、ニュース見ていきましょう。じゃあ、まずは、今日のラインナップとしては、まず、石丸真治さん、蓮舫さん、そして蓮、蓮舫さん,ん。今 <laughs> 日蓮舫さん2回あるの蓮舫さん2回あるのうん。まあ、やっぱ蓮舫さんの勢いがね、本当も止まらないらしいんで、まあ、しゃーないですね。うん。すごいじゃないですか。一躍、時,時の人とは言わないか。 こと、ね、は済んでからでもね、注目されてもね、なんだかね,えだよね、大変ね。じゃあ、石丸信二さんからいきましょうかね。えー、と石丸さん、えー、日テレの選挙特番で恥をかかされたと、他局の番組に出演した際に、えー、名指しでね、ね日テレとかいうところがあるんですけれどもっていう話をしたとかしてないとか、あとこの、秋高田方市長選でこのあの、反石丸派。 反石丸派っていうか、まあ、アンチ石丸な感じの人がまあ当選したじゃないですか。でそれに対して石丸さんが、ね、うん、まあ、なんかちょっと一言、チクみたいなあ、そんな発言があったとかなかったとか、あとなんか、また番組での、ほら、あの、昨日だか一昨日この爆笑の太田さんのね、うん、えー、話があったと思うんですけど、その相方のこの田中さんですかね、田中さんが、まあ、格好としては、ほら、 昨日あの論文のこの田村さんが、ね、うんいや、この人、この人じゃないかなって思ってたんだけど、なんかやっぱ勘違いだったから違ったみたい、なそういう感じで、ね、このひろゆきさんに続いて、なか指示撤回みたいな、とりあえずこの興味深く見守る,は見守るけれども、ね、現状、この人でって一ちし応援ができねえなっていう、指示はできないなみたいな、そういう発言があったんですけど、その逆ですかね、田中さんの場合は、なんだこいつって思ってたんだけど、 今ちょっとなんか印象が変わってね、みたいな。<laughs> まあいろんな人がいますからね。うん、では、まあ、最後は石丸さんの今後の予定みたいな話が出てきて、ちょっとこれ僕もさすがに笑っちゃいましたけど。<laughs> あれ <laughs> と思って。<laughs> まあいいや、ちょっと順番に見ていきましょうかね。えっ、ー、と、選挙特番ですか。恥をかかされた。なんでしょうねあの。しょうもない質問でっていうあれかな。えー、視聴者はアホじゃない。 えー、石丸さんが質問の視、えー、座が低いテレビ局の実名をっていうそ最も荒れた選挙特番ってあれか <laughs> 最も荒れたああそうかえっ、ー、と、まあ、小池さんに次ぐ165万票を、ね、この獲得したんですよねこの石丸さんがねでこのそこまで行って委員会にしてし話題となってこの7日夜の,この選挙特番での激しい対応について語るっていうそういうシーンがあったんですよね で選挙の流疲れもあったのかと聞かれるとメディアに対する不満を全開で示しておこうと、えー、全国であれだけ注目を集めるタイミングは頭にも先にもないかもしれないここだと狙いすまして打ち込んだ一撃です大変効いたなと語っていたとで開票速報の時のステレオタイプな質問、えー、これを言わせたいっていうのがある、えー、どうせ、えー、これやっとけばいいでしょ、えー、受けるでしょって読みになってるが視聴者もさすがにそこまでアホじゃない見透かされてるんじゃないかと思いました 選挙特番での質問を、視座が低いところで統一されていると指摘、えー、どことは言わないんですけど、東京の全国ネットで日テレってのがあるんですけど、と笑わせていたと。<laughs> で、7に日本テレビが配信した知事選挙ライブ、えー、東京都知事選デジタル特番では、えー、あの森さん、森アナウンサーですかね、司会のね、えー、改めて今回の結果を聞くと質問を早めのけ、社会学者、この古市さんともね、 あの噛み合ってなかったっていうあれですよね、うんえー。知事選はただの踏み台、売名行為だったのか、えー、論理がはたあ飛躍しています。えー、ゲスの勘繰りでしかない。党は激しい応酬とな、ね、り、最後は質問が噛み合わないまま終了、大荒れとなっていたと。で石丸さんはそこに限りませんが、敗戦の弁を聞きたくて、喋りたくてしょうがないっていのが必し,し伝わってくる、えー。そういう観点で選挙出てませんよと話そうとするけど、えー、何としてもそこに持っていこうとするのを繰り返される。 持ってこようとするのを繰り返されると指摘や柔らかい対応した方が良かったとの指摘には戦略的に考えた結果今のこのスタイルこれを取らないんだったら私の存在意義はないとしそこまでおっしゃるならぜひそのスタイルで次出てとあ笑わせたと、うんまあ、そういう、ね、やり取りがねあったんですけどね、うん、まあそうね日テレか まあ人が死んでもね、うん、どうってことないっていうスタンスの日テレはま,あまさにこのマスゴミ、オブマスゴミ、あ、そうでもねえか。ね、で、えー、今度は、あ秋田方市長選の結果を踏まえて、それどうですか的な質問に対してですかね。うん、これ、なんて答えたかっていうと、えーと、<laughs> これもちょっと興味深いといえば、興味深いか。えー どんなポンコツな市長でも、えー、大丈夫なように、えー、職員に行ってきたから、えー、大丈夫ですと。<laughs> まあその言い方っていうツッコミがね、えー、入る言い方ですけどまあこういうのもわざと言ってるんですねこの人はね、うん、今までのこの政治家の人だったらあ言わない発言発言というか,なんかこの趣旨としてはそうなんだけどこの表現ですかね、うん、この人はほら政治をこのエンタメ化しよう だからまあもっとたくさんのね。この若者中心に。もっともっとたくさんの人にこの政治とか。ああ、今このなんだろうな。うん。まあ要はこの日本社会のね。この政治とかあ、政府とかあ自治体のこのなんか、まあ要は正解ですよね。うん、そのものになんかもっともっとこのね。例えばその選挙とかこの投票率とかもそうですよね。うん。 そのものになんかこの興味を持ってもらうためになんかこのもっともっとハードルを下げて、だからまあエンタメ化ですよね、やっぱりね。大衆受けするように、今までそういう言い方はしなかったであろう言い方、今までそういうことを言う人はいなかったからこそ言うとか、そういうことをやってるんでしょうね。だだからそうだな 今までのっていうところでこの常識人みたいな感じだった人からするとね、うん、なんだこいつっていう風に映るだろうしそうじゃないなんかもともとこのハードル敷居を下げてっていうこの下げられた結果あーおっ何だってこの食いつくであろう人たちにとっては 面白いののか向けるのかもしれないですよねうんいいのか悪いのか知らないですけど <laughs>、ねうん、そこは僕はあの別になんか争点というかこのポイントとして、ね、なんかこのフォーカスしてないんであそうなんだふーんって感じなんですけどもうん、うん、なるほどで、えー、あ今度は見直した的なこの喧嘩をしていたこの田中さんですかね、えー、高圧的な態度、まあ、上から目線でなんかまああのー 何て言うんだうなもう鼻持ちならないみたいな、なんかそういう印象だったんだって、最初は。なんだこいつって思っていたと。でも、ということらしいんで、えー、サンジャポですよね、えー、選挙とかの時の嫌なん、えー、あれは俺も見ていて、なんだこいつって思っていたけど、と、えーまあ、そういう印象を抱いていたことを明かしたが、実際会ってみたら、そういう感情は全然なくて、普通の感じで、えー、使い分けは意識してるんだねとしたと。 まあだから指示するとまでは言ってないのか <laughs> で。で、えー、だから言ってたじゃないか。えー、戦略だって、えー、あの人は要するに政治の、あそうですよね。やっぱりエンタメ化を目指してるから、えー、あえてそうやって魚でするようなことを言って、注目を浴びてって感じなんだよ。と指摘していたと。政治のエンタメ化っていうのはどうですかね。必要な作業なんですかね。うーん。 まあ結局、このなんかせい今の日本のこの日本社会のねいろんな、そうだからまあ要は,このは僕が言うんだったらまあ,あの反日売国税とのこの始末をつけに行くっていうのにもっと,もっと多くの人に、ねこんだけなんかもわけのわからん奴やつらにこの牛耳られているんだっていうのにまあ気づいてほしいとか、ねせめて知っておいてほしいとか、このなんか自分事としてこのなんか注目してと捉えてもらいたいとかっていうそういう意味では多くの人にこの知ってもらう必要っていうのは 興味を持ってもらう必要っていうのは確かにありますよね。うん。エンタメ化か。そういう考えは僕には今までなかったな。エンタメ化。まあ、でも、ある意味僕がやってることもそういう、うなんかあ、低次元の話。ね。うん、あ僕、普段から、ね、この自分のことこ、政治系の,このチャンネルやってる政治系の YouTuber とは思ってないっていう、ね、それはあの実際そうだったし、今もそうなんですけど。 で今後もそれは変えるつもりはないんですけども。まあ、だからそうですよね。まあ、政治、政治系。まあ、確かに YouTube 界隈でも、うん、まあ、真面目で固い印象じゃないですか。まあ、実際そうですしあ、僕以外の人たちのことですよ。うん。ね。でやっぱりそれを、このよおもし、ね、興味を持って、ね、そうだ、そうだ、あるいはな何言ってんだ、まあ、受け取り方はその人の,その発言とか、そのチャンネル、動画によってね、ね、えー、見る人によって、いろいろでしょうけど、まあ、確かに。 もっともっとなんかいろんな人に、そのそうだから僕はあの前にちょこっと言ったことあると思いますけど、そういう人たちはも,もっとこの詳しく、ね、いろんなこのまあ深掘りした、あなんかあそういうこの真面目に、ね、YouTube で政治をやっている、発信している人たちの,あそういうこのチャンネルとかあ動画とか、まあ、そこで何を、ね、登場人物、ね、えー、本当にそうだったのかなとか、なんかまあ後でこの自分でググってこの確認するっていうところまで含めてね。 まあ興味を持ってもらえるかなきっかけになればいいと。うん、だからまあ僕はあのそんな、いわゆるモノモース系ですよね。僕で言うところは。うん、僕がやってるのは政治系 YouTube でもない、うんね。あくまでも、うん、あのそういうなんかこのきっかけになるような、まあ、せいぜい問題提起レベル。うん、だそういう意味じゃまあ確かにエンタメ化はエンタメ化。うん、そういう作業はまあ必要は必要なのかもしれないですよね。うん で、えー、最後、石丸さんの今後の予定ですか。<laughs> なんかこのメディア戦略、まあ、エンタメ化っていう、ね、このメディア戦略ですかね。うんまあ、この今回気に入らない対応したテレビ局には、まあ、日テレ、この映像に言いましたけど、日テレ、TBS、テレ朝、NHK 以外はとりあえず一通り上げてましたかね。うんまあ、取材させてやらないぞと。うん そうすれば、ッター向こうも考え方変えるだろうと。うん。で、えー、何をもってそうおっしゃってるのかというと、ね、てっきりこの後って、この国政選挙になんかもう向けてもう準備して動き出してるのかと思いきや、なんか4年後の都知事選挙の話をし始めてるんですよね。えもう一回知事選やるんですかまあ、それはそれで別にありえない話じゃないんでいいんですけど、あれ国政っていう、それはもう、 とりあえずしばらくはいいの。とりあえず都知事目指すの。4年後。で、まあ、その中、この映像の中で、何、えー、て言うのかな、その4年後の都知事選挙のこの言及が確かにあって、うん、4年後だったらもう私が本命だろうと。うん、で、そうなった時ね、えー、まあ、多くの人があ、その時のね、4年後のこの都民が、ね、私が本命なんだから。 ね、当然、都知事になりますよと、次の都知事選挙では。うん、で、そうなった時にね、うに、ん、今回の私への,このメディアの,この対応を覚えているから、当然、この過去どうだったかっていうのはこの掘り返して、ねうんまあ、だから簡単に言うと、お前ら覚えとけよって。<laughs> まあお前ら覚えとけよは別にいいですけど、ね うん、半日クソマスゴミをこう、ねうん、う掃除しに行くっていうそういう意味では別にそれ止めはしないですけども都知事選なの国政には行かないんだまあ次の都知事選挙に向けて、えー、なんか全身全霊とかねそこにこの全集中でとは一言も言ってないんで、ね、その間に何か違う動きがある可能性はありますけども、うん、とりあえず4年後、ね、もう一回この知事選にこのリベンジするつもりは 一応、頭の中に認識としてはどうもあるっぽいんですけども、そうなのか。まあ、でも、なんか最後、なんかフォローらしいことも入れてましたけどね、うん、別にマスゴミをねこの潰す必要はないと。あ、違う、潰すつもりで言ってるわけじゃないと。なんか、そう、そこで、まあ、一部、なんかさっきちょこっと言った、えっ、ー、と、ね、僕もこの反日売国税とのっていうところでさ、うん、もっともっといろんなね、ねこの日本人一人一人にこの、 ね、もっとこのそういう状況なんだっていう、この正しく認識してもらえればなっていう、ね、そういうところで、えー、ちょっと似たようなあところもあって、もっともっと多くの国民に、あのー、なんかこの政治とか選挙とか、あそういうところに、えー、興味を持って、真剣にこの取り組ます取りそう、だから国民が政治を変えなきゃいけないんだみたいな、そういう発言があるんですよね。そそれはは確かにううだろうなとは思ったんですけど いやこの政治,が政治が悪いと。政治家どもが増えすぎたと。確かにそうなんですけども。でも結局今のところ格好としてはね,ね、茶番だなんだっていろいろこのこのシステム自体どうにかできないのかなって言ったこともあるんですけども。でも現状やっぱり有権者が一票投じて、何かしらこの議員、政治家を選ぶっていう格好でやってるじゃないですか。である以上、やっぱりこの我々有権者、国民が、うん やっぱり、まあ、この人が言うなんかこのなんかあ、細かくは違いますけども、ね、僕はもうだってシンプルに、ね、ほんのわずかでも反日売国要素、ね、そういう発言なり行動なりがあったらその人はもうそもそも立候補させるべきではないっていうところですけども、ね、何にせよやや、国民が、ね、有権者側が、あのー、もっともっとこの興味を持って、ね、ましてやこのなんか、ね、選挙権あるのに、ね、投票にも行かないなんていうのはもうやっぱり論外だと思うんで。 だその辺の意識が変わらないことにはっていうのは同意なんですけどもただそのためにこのマスゴミの噴気が必要っていうふうに結んでたんでマスゴミの噴気掃除じゃなくてマスゴミの噴気別にこいつはサボってるようには見えないんですよねただどっちに向いてっていうのは日本人我々日本人日本社会に向いてないっていうだけでね一つは一番は金のためねえ でその金のために取ってる手段が反日、売国、こびかん、こび中。ね、中から腐されてるから。うん。だからまあ、奮起というか、まあ、なんだろうな、この努力するこの方向、だから傾けなきゃいけない、この情熱のその方向が、ね、われわれ日本側に向いてないんですよね。うん。だからおよそ、われわれ日本社会にとっての報道機関として機能全然してないから。うん。 奮起、まあ、というとちょっとなんか違う感じがしますけどもね。うん。っていう石丸さんでした。なんか知事選らしいっす。<laughs> あれ国政は <laughs> なんだ、ちょっと4年だと長いな <laughs> なんかその間にもう一つ二つなんか、なんかやりましょうよ。<laughs> その間ずっと、あれですかね、このハーヒーさんみたいに、ね、このテレビに呼ばれて、ね、うん。でもこんだけメディアに対してこの単価切ってるから、 テレビでコメンテーターやるっていう、そういう作戦はちょっと違うと思うんで、うん。ね、選挙後のっていうこの一過性、ね、このなんか突発的なこの需要で、このテレビに今出てるっていうだけだろうから、そこにね、なんかレギュラーでこの席作ってっていうのはなんか違うと思うから、もうすぐなんか次の選挙の準備した方がいいと思うんだけどな。 ねその方が面白くないですか <laughs> あでも何度もお断りしときますけど今のところ指示はしませんのでね。はいということで今回は以上です。